はい、土地パフォーマンスです。今日は東京店からお届けします。東京店にすごく珍しい車が入庫したということなんで、それをご紹介させていただきます。行ってみましょう。はい、それじゃあ早速車両紹介をさせていただきます。板尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボンドカーズ東京店の板尾と申します。よろしくお願いします。今日ちょっとご紹介させていただくお車が、はいはい、アバルト695、ビポスト。ビポスト、はい、はい、ちょっとこちら特別な車で、はい、ちょっとだけ僕予習したんですけど、はい、なんかフェラーリで台車としても、はい、採用されそうです。なんかすごい限定車なんですよね。そうです。はい、うちはあの世界99台、はい、まあ、日本国内10台限定の。あ、そうなんですか。はい、特徴としては、はい、ボディカラーが一応特別色になってます。そうなんですか。これ聞いてるんですけれども、はい、はい、で、すみません、アバルトですと、はい、トリブートフェラーリとかいろいろあると思うんですが、はいはいはい、ちょっとまたそのボディカラーとは違うらしいんです、ね。あ、そうなんですか。はい、だと外観的にはこれバンパーとかなんかあれですか。そうですね、車種専用のやつ。もともと695ビポスト自体が、はい、まあ、あの通常の695よりもかなりスポーティーになってまして、ビポストっていう名前がもともと2座席っていう意味、2シーターっていう意味。あ、そうなんすか。らしいんですよ、はいはいはい、イタリア語で、はい、で、まあ、2シーターになってますよという形になってますね、はい、なるほど、はい、で外観に関しては、はい、基本的なところは変わらないはい、です。確か、はい、それビポストと一緒と一緒ですね、はい、確かって言っちゃいけないですね、はい、で普通のアバルトと違いますよね、はい、このバンパーは。あ、そうですね、バンパーは違います、はい、ビポスト専用のバンパーですね、はい、バンパーですね、はい、でタイヤホイールもそうですね、はい、専用になってます。オゼットですよね。そうです、ですよね、そうです、はい、はい、イタリアの名門ホイールメーカー、はい、オゼットのホイールが標準で装着されています。そうです、はい、でこれブレーキもあれですかね、はい、ブレンボーが前についてる、ね、なるほど、はい、ビポストのブレンボーですね、はい、後ろはブレンボじゃないです。はい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 、まあ、前に合わせて同じ赤いキャリパーにはなってるってことですね、はい、なるほど。でリアもこれ専用のものになるんだね。専用そうですね、はい、カーボンのディフューザーが、ね、はい、外観はこんな感じですか。そうです、ね、あとは695ビボストのエムレムですね。エムレムが、なるほど、ね、外観はそんな感じですか、ね、じゃあ特別なボディカラーと、ね、あとはまあ専用のバンパー、ダイホイール、はい、ブレーキがついてますよってことです、はい、なので、まあ、もともとこれ台車専用で、はい、出てた車なので、はい、市販はされてない車です。あ、そうなんですか。車です。はい、ディーラーで販売されてた車ではないんですか。そうですね、もともとそのアバルトというメーカーを広めるために、はい、まあ、フェラーリの、はい、サービス台車として、はい、まあ、それに賛同したディーラーが手を挙げてっていうところに入れてるらしいんです、ね、なるほど、はい、ですので、はい、基本的には市販はされてない、はい、まあ、じゃあかなり貴重なお車、ね、になってます。なるほど、はい、じゃあこの個体も、はい、実際フェラーリオーナーの台車として使われてた車ですね。使われてた車両ですね、はい、なるほど、すごい車ですね、はい、あとは特徴的なのは内装とかですかね。そうですね、はい、まあ、わあ、すごい、ロールケージではないんですが、すい、はい、一応チタン製のパイプで、あ、これチタンでできてるんですね、はい、すごい。でも後ろの座席はもう完全に撤去されちゃうんです、うん、ありませんよと。なるほど、剛性もかなり上がってそうですね。で、まあ、さらにちょっと特徴的なところが、もともとはオーディオレス、はい、エアコンレスです。そうなんですか、はい、すごい、自体がそういう状態で販売されています。なるほど、はい、でこちらももちろんオーディオも、オーディオだけは多分後で付けられたんです、はい、台車で出すので多分ナビを付けられてるんだと思うんですよね。はい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 、はい、エアコンはやっぱりついてない、ついてないのでもう送風って感じですよね。なるほど、クーラーは、はい、本気の車です。本気の車です。で一応ビポスト695も、はい、標準仕様とフルスペックっていうのがあるんですね、はい、でフルスペックになるとドグミッションになったりですとか、はい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 、あとは窓ガラスがはめ殺しで、はい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 、カシャッとこう開くぐらい、はい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 、でそこまでの仕様ではないので。あ、じゃあないんですね、はい、街乗りでも使えるかなっていう、ね、なるほど、すごくホットなモデルの中でも、まあ、最低限 のミッションとか、ね、窓とかそういう快適装備はちゃんとついてま す,、ね、てます。なるほど、はい、であとはシートとかこれ内装インパネがすごいことになってますよね。そうですね、はい、
これすごいですね。まずドアが、はいはい、カーボンになってます。もうフルカーボンです。すごい。もうなんかこういう取っ手とかないんですね。もうないです。もうあの軽量化もカーボンの板って、はい、そうですね、はい、つるっとしてますね。でその取っ手がこの赤い紐になってるっていう、すごい。でシートもこれ専用のシートになるんですかね。これもそうですね。わあ、赤いステッチと、ね、はい、真ん中これバックスキンかなんかなってるんですかね。そうですね、こちらバックスキンになってますね。わ、でシートのシェルはフルカーボンですよね。これそうですね、フルカーボンになってます。すごい。でその角度調整のはちゃんとアバルトの。そうですね、このアバルトの。一応そこにシリアルが置いてあるんですけど、はい、その99台の13番目の車だったんですかね。わ、はい、インパネもこれカーボン。カーボンですね、はい、なるほど。これハンドルも専用のものになるんですかね。ハンドルもそうですね、はい、695のもうこの形になってるんですね。すごくなんか質感のいいレザーと赤いステッチと。なるほど。でこのシフトのこの棒もカーボンだと。カーボンですね、はい。すごい。あ、これダッシュもこれメーターフードはあのレザーになってる。レザーになってます、はい。うわ、で今回の車はナビが後付けされてて、ね、されてます。あとレーダー探知機も。レーダー探知機もついてます。ついてるってことですね、はい。あれこれシートサベルトなんですか。そうです、そうです。シートベルトで超有名なサベルトが、はい、多分プロデュースしてるのか。あれこれペダルもこれ標準のペダルになるんですか。これアルミの、アルミも、はい、これついてますね、はい。わーわー、すごい。フロアもそれアルミのプレートじゃないですか、はい、あのフロアマットもないです。わー、すごい。いやこれすごいですね、この車。なかなか多分お目にかかれない。なるほど。これバンパーかっこいいね、これカーボンの。そうですね。わ、すごい。カーボンじゃないですか。そうですね、こちらももともと、はい、このこれちなみになんですけど、普通のアバルトよりかもパワー出てるんですか。はい、そうです、190馬力になってますので、はい、出てますね。なるほど、はい、これすごいですね、これ。あ、BMC のインテーク、これも標準なんですか。これももう標準でついてます。じゃあもうホットモデルにふさわしい心臓部になってるわけですね。なるほど。ちょっとじゃあマフラーサウンドの方をちょっと聞かせてもらえるってことなんで、はい、お願いいたします。かけます。お願いします。めちゃめちゃいい音してます。そうですね、ちょっと吹かしてみますか。はい、そうですね、音が出てますよね、はい、めちゃめちゃパワフルな音してますね、はい、すごい。あれこれちなみになんですか、これリアスポはこれ専用のやつになるんですか。これもそうですね。あ、これリアスポも専用のになるんですか。リポストのものですね。なんですかね、はい、この台車専用に何かっていうのは、はい、多分ないんですよ、はい、色だけ。なるほど、なるほど。データいろいろ見たんですけど色だけっぽいんですよね、はい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 、じゃあ外観はリポスト。リポスト、はいはい、でそのフェラーリの特別なところはその外観と。外観っていうところと、あと、まあ、あのシリアルがちゃんとしてるっていうところですかね、はい、でこれオーディオレスだからアンテナのところはこれで埋まってるわけなんですね。そうですね、隠されてます、はい、専用の695のバッジでアンテナの名残が、はい、ついております。すごい車ですねこれ。でスポーツモードもついてるんでこんな感じで、わあ、メーターの表示が変わります。で今回は、パイオニアのナビですかね。そうですね、 RZ66、はい、こちらのナビがついてます。でエアコンがついてないみたいなんで、まあ、常温の送風とヒーター、はい、っていう感じですかね。でこちらのモデルはちゃんとパワーウィンドウもついてると。これシートいいっすね。そうですね、あの本当にしっくり収まると思います。すごくホールド性がいい感じです。わあ、すごい。
はい、というわけで今回はボンドカーズ東京より特別なお車をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄の方にも貼っておきますので、ぜひご確認ください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いや、いいんですよ。なんでですか。だって今回出るんです。だって土方さんにお願いしたのに、いつの間にか板尾さんに変わってましたよ。あれ、土方さんが予定入れてるって言ったら、いろいろあったんですよね。いろいろあったんですよ。なんだかんだで僕忙しくて時間取れないじゃないですか。そうこうしてるうちに、店長会議で、だったら板尾を使えるって言われて。本当ですか。神様からそういうお告げが来て、もうそれはしょうがない。急遽板尾さんになった感じです。ちょっとじゃあ板尾さんに在庫車両を紹介してもらうツアーに行ってきます。ちょっと、あ、いいです、はい、行きます。気になる車発見しました。はい。グランツいいじゃないですか、これ。そうですね、入ったばっかりでございます、ね、あ、これ入ったばっかりなんですか。入ったばっかりでございます。これ色いいっすね。すごいね、これすごいすよ、ね、パールすごいっすね。パール感が、で、これが車外のアナーキー、アナーキーか、21インチ、はい、で、リフターもついてるんですか。これリフターもついてますね、すごい、めちゃめちゃかっこいいっすね、これ。中もあのブルー系の、わ、すごい、黒と紺色っていうのかな、藍色っていうのかな。そうですね、はい、藍色のコンビの内装になってます。詳しくはボンドカーズホームページ車両情報に、はい、ご確認ください。三角形のダクトなの。あ、そうなの。え、ここが三角形ってこと。あ、そうなんだ。現行バンパー、現行バンパーっていうか現行だもん。へえ、すごい。これ板尾さん一押しですか。じゃあ一押しです今、はい。でもこれすぐ売れちゃいそうですね。そうですね、こちらは多分あの早めにお問い合わせとかも来てますので。なるほど。これターボ S めちゃめちゃいいじゃないですか。いいですね。これはもうカラーリングがもう映えますね。映えますね。すごい。これトップ紺色なんですね。紺色です。へえ、これモテそうですね。これはちょっとモテますね。すごい色がすごいです。これ何？マイアミブルー。マイアミブルーです。マイアミブルーですか。わ、これもすごいですね。これも入庫したばっかりの、これも色すごいですね。これ色すごいですね、これちょっとカメラで伝わるかどうかわかんないですけど、ちょっとこうなんだろう、紫っぽいというか、パールとメタリックがすごいですね。これこのこれ新しいあれですよね、ボーマス。あ、そうです、そうです、ですよね、新しい。これかっこいいっすよ ね、 そうですね。新しいフライングスパーもこれなんですよ ね、 ですね、はい、かっこいいな。あと東京店本当に、厳選した商品車がたくさん展示されてますんで、逆にリクエストあれば、ご紹介させていただきたいと思いますんで、ぜひぜひコメント欄まで、コメントください。中には AMG の SLS も入ってますね。今ちょうどなんか取材で撮影してもらってるみたいです。すごい。いいかな。それではまたっつって。